きコンビニから帰る途中、若めの黒人が野良猫と遊ぼうとしてしゃがんで、チチチチとか言ってたんだけど、逃げられて、おーおー言いながら追っかけてた。様子見てたら、猫さん、待てください。怖くない。おう。って聞こえてきたから、見に行ったら、彼の額に3本の傷が。俺に気がつくと、日本の猫さん、じゃじゃうまね。って言って、笑いながら、夜の闇に溶けていった。